こんにちは。本日はこのような動画を作っていきたいと思います。はい、作っていきたいとは言ったんですけれども、何を作ったか主にですね、このモデリングとかはやっておらず。 えー、基本的に調整したところは背景のこのグラデーションといいますかライティングあとはこのカット割りですねあとこのモーションデータといわれるものはあらかじめ立ったり座ったり踊ったりというのはあるんですがそれを組み合わせるやり方このしゃがむというデータとあと踊るというデータこれは別々のデータですこれをシームレスに一応つないでるんですね最後の決めポートなんかもそうです こちらを組み合わせることが Cinema4D は可能です。じゃあそのやり方を紹介したいと思います。で、このモーションデータですが、この動いてる、歩いているデータですね。こちらのデータは Adobe の Mixamo というサービスで、えー、ゲットすることが可能です。こちら皆さん、えー、アカウントは必要になりますが、ログインしてください。ログインしました。ログインするとこのような画面が出てくると思います。主にキャラクター、 アニメーションの方がモーションのデータですでは最初にですねキャラクター見ていきましょう今回登場させたいキャラクターいろいろプリセットで用意されているんですが私の場合はこのレイさんのような赤いキャラクターを使用しましたが皆さんお好みのデータといいますかキャラクターをチョイスしてみてくださいまたこのキャラクターのチョイスは後ほど変更することも可能ですし今回は紹介しませんが 自分でモデリングしたキャラクターのアニメーションでもアップロードし、それをモーションデータに適用するやり方も可能です。そちらの方はですね、比較的簡単なようですので、自分で調べていただいても構わないと思います。それでは、そうですね、どの辺り行きましょうか。私は今回はそうですね。この、男性変えてみましょうかね。 レナードっていうんですかねはいそうするとはい変わりましたここちょっとがっかりしてるというアニメーションになっていますでは選んだら次はアニメーションタブに切り替えて動きをチョイスしていきましょうか例えばそうですねこの適当にクリックすると動きが調整されます、はい、でまあこれで動かしたりとか パンして見える範囲を調整したり、えー、これで回転させたりとかもできるのかな、まあ、そうですね、まあ、この辺の操作方法はいじっていればなんとなくわかると思いますはいじゃあちょっと今回はですね曲に合わせて15秒間のモーションを編集していこうとカメラ割りをしていこうというようなチュートリアルです でまあ、踊らなくてもいいとは思うんですがダンスというものがありますサーチをクリックしてもらうとダンスという項目がありますこちらをチェック入れていただくとダンスだけの、えー、アニメーションのモーションデータが出てきますヒップホップとか、まあ、いろんなルンバとか、えー、ジャンルがありますので、まあ、ちょっとなんかクリックしてみましょうはい踊ってますね、まあ、こんな感じでお好みの モーションデータをチョイスしてくださいで、この時にま一つ調整できるポイントがありますそれがですね、曲を流しながらまず曲を決めた方がいいと思うんですが曲を流しながらこの動きのタイミングなんかがあると思いますその調整をこのオーバーライトというのでできますねこれで速くなるのかな早くなりますねまあ、多少の BPM 感と言いますかビート感に合わせてあげてもいいかもしれません またこのスピード感に関してはもうシネマ 4D でも調整が可能ですまた、えー、動きにもよるんですがこのスタンスかなスタンスを変えると動きがちっちゃくなるのかなスタンスだから低くなるのかなあとフォースが弱くなるとちょっと 弱々しい感じになったのかな。まあ、ちょっとこの辺のパラメーターもいじってみてください。アームスペースを落とすと、腕がちょっと下がりましたね。下がった状態で、うん。まあこの辺も適宜利用してみてください。じゃあそうですね、今回私は何にしようかな。ヒップホップダンスにしてみようかな。 はい。ということで、決めた暁にはですね、ダウンロードボタンを押しましょう。はい。ダウンロード。で、この際、4つのパラメータあります。フォーマットは FBX s f b、X。スキンは w i t h スキンフレームレート。まあ、これは目的に合わせてなんですが、今回24にしてみましょうか。で、キーフレームリダクション。こっちはノンで大丈夫です。これ、間引きますかということですね。キーフレームを。 ダダウウンンロローードドに多少時間かかかると思いいまますはい、ダウンロードできましたかねファイルを確認してみましょうファインダーにある .fbx こちらのファイルでございますでは Cinema4D 作業に移っていきたいと思います今回の Cinema4D のバージョンは R23 でこちらで今回使用するモーションデータというモーション自体をつなぎたりとかシームレスに合わせたりする え、テクニックは R21 からおそらく実装されたものだと思います。ただ、まあ、読み込むだけでしたら、カット割りするだけでしたら、それ以前のバージョンでも全然使えると思います。そのチュートリアルはですね、後半に持っていくと思いますので、その際はまたアナウンスしたいと思います。それで行っていきましょう。では、モーションデータを読み込みます。すいません、余計なデータが上がりましたね。 では、いろいろあるんですけれども、オブジェクトタブ、オブジェクトのマネージャーからファイル、オブジェクトをマージする。そして、えー、先ほどダウンロードした .fbx のファイルを読み込みましょう。開く。 そうすると、インポート設定がいろいろ出てきますが、こちらはデフォルトのまま、初期設定のままで OK です。そうすると、もう一回アラート出てきます。含まれるテイクに再設定しますかいいえで大丈夫です。そうすると、ガッと出てきましたね。これは選択したキャラクターによって、このポリゴンといいますか、モデリングデータが異なると思います。まあ、1つの人もいれば、 あるいはこのようにいくつかのものに分かれているという方もいるでしょう。実際のモーションデータと呼ばれるこのモーションボーンのデータですね。はこちらの一番上のグリーンのアイコンのものになります。それでちょっと再生しましょうね。はい、もう読み込まれました。そのまま来ています。 まあ、なので、この辺の読み込みまでは、どのバージョンでも、あるいはどのソフトでも可能かもしれません。はい。では最初にですね、このファイル、ロックがかかっています。ロックを解除しましょう。右側のオブジェクトマネージャーのタブから、テイクに切り替えてください。テイクに切り替えた暁に、えミキサもこう、まあいろいろありますが、オーバーライド。オーバーライドをロックというようになっています。 青くなってるとロックされてるんですね。こいつを一回クリック。そうすると外れました。はい。では、レイアウトを変更しましょう。レイアウトをアニメーションに変更して、で、次に音に合わせていきたいので、音を読み込みます。いろいろやり方あるんですが、蒸気の立方体長押ししていただいて、塗るオブジェクトを作りましょう。で、この塗る。こいつに、まあ、わかりやすいように、サウンドとか、まあ、ミュージックとか、何か音。 名前をつけておきましょう一回クリックしてダブルクリックすると入力が可能になりますはいでですねこいつちょっとしたまあなんか都合なんですけれども、えー、下のタイムラインウィンドウこちらにですね何出てきてませんねで一回何でもいいので一回キーフレームボタンを押してくださいそうするとここに現れましたサウンドが現れました 塗るですねこちらを選択した状態で作成から特殊トラックサウンドをクリックしてくださいちょっとこのキーフレーム何だったんだっていうのはねこのタイムラインに出すっていうだけでした特に意味はありませんそしてサウンドを指定しましょうサウンドをクリックして該当のサウンド これは皆ののご用意したものになると思いますちなみになんですが今回15秒の映像を目指していきます15秒あらかじめシナ 4D ではなくトリミングしたデータをご用意することをおすすめします15秒、まあ、プレミアとかねオーディションとか、まあ、キューベースとかでもいいので、えー、カットした状態にしておきましょうそうすると再生すると出ますねはい停止で出ます でこれでも出ますね。はい、再生されました。では次に、えー、このアニメーションを調整していきましょう。ミキサモリグ、このボーンのデータをクリックしてもらって、アニメーションからモーションクリップを追加。 で、ソース名というの入力可能になっていますので、こちら名前変えてしまいましょう。変えてしまいましょう。わ、まあ、かりやすければいいんですが、ヒップ、ホップ、ダンスとか、まあ、自分でわかりやすいように名前を付けてください。結構重要になってきます。そして3番目の項目。元のオブジェクトからアニメーションを削除というのをクリック。チェック入っていることを確認してください。で、OK。 はい。そうすると、えー、こちらにタグが作成されました。モーションという、モーションシステムというタグです。そうすると、同時にタイムラインウィンドウが表示が切り替わりました。これは自動で切り替わっているだけです。どう切り替えるか。このキーフレームのアイコン3つあるんですが、この3つで切り替えることが可能です。この3つ目。モーションモードですね。こちらに切り替えましょう。切り替わってない人がいれば。で、 ま、この棒にですね、1フレームごとにキーフレームが打たれている状態がモーションデータとなりました。こちらはも,もちろん調整1個ずつ全部選択してですね、ちょっとずらしたりとか移動させたりっていうのも可能なんですが、かなり手間のかかる作業でした。しかし R21 からのモーションシステムというやり方ですと、このクリップのように全てを調整できるんですね。前後したりとか。まあ、これだけでも相当な作業が必要だったんですが、 このようにタイミングをずらすことができる。これはかなりすごいなと個人的には思います。またちょっと見切れています、見切れていると思いますのでタイムラインウィンドウ右上のこの矢印ボタンを左右に、あるいは2つ目で移動、あるいは1押しながら、そして2を押しながらですとワークスペースの表示エリアが変更されます。 はい、こいつなんですけれどもまあ音に合わせていただきたいとで最初にミキサモのところでもご紹介しましたがこのスピード感を変更することも可能ですどう変更するかというとこれも簡単ですこの3段実は帯があるんですが一番上の段一番細い段と言っていいかもしれませんこちらの右端にカーソルを持っていくとカーソルが変更されたと思いますピッと変わりましたねなんか正方形のものが出てきました ここを掴むとスケールタイムスケールが変更されますスピードが変わりますこれで早送り状態になったと思いますかなり速くなりましたねはいあるいは伸ばせばゆっくりにもなるというわけですはいここで,ですね今度しがちなのがこの左右に動かすのがプレミアのですねトリミングにあたる ととと思われれががちなんでですすそれは違うといういことですねじゃあそのトリミングどのようにやるかというとこの中ほどのパラメーターから今基本になっていましたがこのタブを3つ目詳細に切り替えていただきトリムというのがありますトリムデフォルトだと0になっていますのでこの値を上げていけばトリミングされますトリミングされます、まあ、ちょっと操作性が当然プレミアには劣るんですけれども これちょっと想像していただきたいのが全てキーフレームで操作していて全フレームあったらすげえ大変ですよねなのでまあちょっとご勘弁くださいというようなところですがこれでもかなり感動的な機能ですはい、まあ、このように調整をができるという感じですまたちょっとですね動きを調整しながら余計な動きがあったりもするかもしれませんその際はちょっとねカットもできます まあこの切り込みを入れるみたいな、この余白をカットする可能です。右クリックしていた,いただいて、カット、スラッシュ接続というのがあります。そうすると、ツールが切り替わりました。これで、カット機能が可能です。クリップの任意の場所をクリックすると、2つのクリップに分割されました。もちろん分割されただけで動きはシームレスに現状ではなっています。ではもう1箇所ぐらい切ってみましょうかね。 はい切りました。今3クリップに分割されました。では右クリックしてもらってツールをカット接続から解除しましょう。そうすると先ほどと同じような塩梅になります。ではこの時、こう選択の仕方っていろいろあるんですがこの下の方をクリックして真ん中のクリップを選択しデリートキーを押しましょう。そうするとカットできます。で、移動ですね。 そうするとこれどうなったかっていうとちょっとつなげてみましょうかまあ当然といいかこのようにまるで編集しているかのように動きが飛びましたねはいでここでさらに感動的な <laughs> 感動的なことはですね感動的なことはこれをシームレスになんとつないでくれるんですねここがひ 非常に素晴らしいんですがそれは簡単ですグイッと下を掴んでかぶせていきますプレミアだったとねこれ上書きされちゃうんですがモーションシステムの場合はこのようにトランジションのようになりますじゃあこのトランジションどうなるか動きをあ今ちょっとムーンウォークみたいになりましたけど、まあ、とにかくシームレスにキーフレームで繋いでくれるんですねこのように えー、一つのモーションデータから複数に編集してエディットしてつなぐことができます。これがモーションシステムの素晴らしいところです。ただ、とはいえですね、さすがに後ろに滑っていく動きは厳しいと思いますので、この調整も可能です。滑らないようにする方法です。ではまず、えーまあ、滑っていく終わりの方ですね、2クリップ目をクリックしてもらって、上じゃないですね。 上クリック2段目クリックしちゃうと全部クリックされちゃいますんで下の方下段をクリックした上でえパラメーターから3つのタブ詳細からピボット作成そうすると何か出てきましたねオブジェクトマネージャーに1つ出てきましたこいつを選択した上でこれワールドに切り替えてください 座標形ですねこの矢印がどういう方向を向いてるかこれはオブジェクトに対して xyz ではなくワールドつまりこの作業面に対して xyz に変更した方が作業がやりやすいですでここで滑った分だけ調整しましょうどう調整するか、まあ、ここから滑りましたねなのでちょっと前進させてあげましょう、まあ、こんな感じスタート地点を変えてあげる感じですねそうすると 前に滑っちゃゃっってまますけど前に滑っちちいましたねちょっとこのタイムラインを移動させた上でやった方がいいかなちょっと私のデータがうまくいってるかどうかはわからないんですがこのようにクリップとクリップの根本的な位置というかを調整しながら辻褄を合わせていくと。 はい、調整しました。ということで、このような感じで編集することが可能です。また、お察しの通り、他の動きもですね、同様につなげることが可能です。それでは、他の動き、モーションデータも読み込んでみましょう。再び、ミキサモのサイトに行ってもらってですね、気になる動きをチョイスしてください。まあ、参考までに、このエンディングってついてるやつは、最後、決めポーズになってますね。なので、終わった感は一応出るかもしれません。まあ、ガチッと決めてます。 じゃあ、調整などをしていただいた上でダウンロードしてみましょう。で、ここでですね、一箇所だけ先ほどと違う設定にします。スキン、with スキンにしてますが、もういらないですね。なので、without スキンにしてみましょう。それだけ軽くなります。で、ダウンロードします。はい、完了しましたね。では、シナモ 4D の方に移動し、 再び読み込み方は同じです。右上のファイルから、オブジェクトをマージする。ショートカットはコマンドシフト O のようです。で今ダウンロードした .fbx ブレイクダンスエンディングですね。ヒップホップダンスからブレイクダンスに。ちょっとあれかもしれませんが、インポート設定はそのまま OK でございます。はい。 そうすると出てきました。で、これちょっとね、こいつですので、ちょっと名前わかりやすいにしておきましょうか。ヒップ、えっ、ー、と、エンディング。わかりやすいに名前つけておきましょう。で、このボーンを選択した状態で、アニメから繰り返しになりますが、モーションクリップを追加。で、名前もつけておきましょう。ここでね、複数クリップ使うと、もうわけわかんなくなりますんで、 名前を付けました。でもの、元のオブジェクト、あとは一緒でいいですね。OK。そうすると見切れてますが、クリップはできました。で、かつ下にまたできましたね。なんか、レイヤーがポコッと出てきました。で、ここ、最初作業していたリグに対して編集していきますので、こちらですね。こちらに追加していきます。どう追加するか。 先ほど名前付けました。私の場合だとエンディングにしましたが、こちらをグイッと右側に持ってくる。そうすると、プラスというカーソルになると思います。そうすると、追加されました。で、あ、今すみません。私、360にしてゃっますね。はい。で、ここで見てみましょう。そうすると、 あ追加されましたね追加されま,したまあ他の動きから途中余白ありますがでかぶせていくとかぶせていくとまあちょっとまた移動の調整をし,しないといけませんが他の動き調整可能でした もう一回ピボットやってみましょうか。エンディングを選択して、ピボット作成。詳細からピボット作成。で、こいつの動き、縦滑りしてますので、動きを調整してあげると。で、わかりやすいように、ワールドにしておくことをお勧めします。今、ここね、つながりましたね。まあ、ちょっとなんか、無理やり感ありますけど、 他のモーションとは思えない動きのつながりだと思います。このようにして、モーションデータ、まあ、動き、音に合わせて、ダンスの方、ダンス、あるいは動きをデザインしてみてください。はい。では次にカット割りをやっていきたいと思います。こんな感じですね。カット割れます。これはシネマ 4D 上でもカットが割れます。では、レイアウト一旦、初期に戻しましょう。 戻すと、まあ、こういう感じですが、まあ、ここからアングルを決めていきましょう。で、これち結構ね、えー、混雑してくると思いますので、これを一度整理しておきましょう。全部選択した上で、えー、Alt G。で、これがまあなんか、モデルとか、動きとか、モーションとか。名前、自分でわかりやすいにまとめておくことをお勧めします。で、まあ、ここで、 ま、背景なども作ってもいただいてもいいんですが、そちらは割愛させていただきます。まあ、背景というかセットデザイン的なこともチャレンジしてみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、大行なことではなくてですね、立ポーター置いてみるとか、立ポーター置いてみるとか、なんかね、いろいろデコレーションしてみても全然いいんじゃないでしょうか。ではまずカット割りの方法をやっていきましょう。ではまずアングル、カメラを複数作成していきます。このカメラアイコン、一回クリックしてもらってカメラを作ります。 まあそうですね。このターゲットボタン。えー、覗いていきながらアングルを決めていく。そのフレームフレームで一番いいところどっかなと探していくやり方いいんじゃないでしょうか。最初は弾きがいいかなとかね。最初弾いてもらって、まあ、ファーストカットこれぐらいかな、みたいな。ちょっと最初にテンパってますけど。じゃあ、ここでビートに合わせて切り替えちゃおうかなとか。で、1カット目。まあ、これで名前。 もうカット1とか C1 とかにしてもいいかもしれませんでは2カット目どっから行こうかなと思ってでもう一度作ってみてくださいでカットに名前も変えちゃいましょうカット2でこいつを除きながらそうですね次は寄りたいかなとかね寄ってみようかなみたいな感じです で、カット3ぐらいを行きたいんですが、ここで今1とに切り替わりましたね。ここ切り替わると、まあ位置が変更して確認できるんですが、これをサクッと移動させる方法があります。それが、えー、ここの床のアイコンを長押ししていただいて、ステージというのがあります。カチンコマーク、再生マークみたいなやつですね。ブルーのやつです。こいつを作成してもらって、こいつをクリックして右下の属性マネージャーから、 オブジェクトでこのカメラというのがありますでカメラの左側キーフレームが打てますキーフレームを打ってそうですね最初、まあ、切り替わるところであれば2カメで確定そうすると、まあ、まだ1個しか打ってませんで1カット目は1カメだとで確定 そうすると。こう切り替わります。かつここ。ここでもキーフレーム。調整、微調節はできます。ここでちょい移動させたりしてですね。こうカット目を。自在に。シネマフォーディー内でシミュレーションと言いますか。調整することが可能です。はい。 じゃあ、どん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 カット割り。まあ、これを繰り返していけばいいだけなんですが、3カット目も作っていきましょう。では、3カット目。そうですね。今度は、1カット作ってカット2とかにしておきましょうか。カット3ですね。カット3にしてみましょう。では、これを除いた上で、というふうにここを押したいんですが、このステージが強制的に機能していますので、今指定されているカット2の、今であればカット2しか覗けないようになっています。 こちらを一旦外しましょう。機能を外せば切り替えられます。で、そうですね。3カット目どうしようかなみたいな。例えばここでレンズ効果を使ってみるのも面白いかもしれません。まあ、こういうアングルでカメラのパラメータをいじり、オブジェクトから焦点距離を例えば 15超広角っていう風にしてですね、広角の場合、寄っていくとこういう風になんか遠近感がすごい感じになりますね。GoPro と言いますか、なんかこんな感じで。で、さらにさらに広角にしちゃうとなんか歪んじゃいますけど、まあ人の顔が歪むとあんまり良くないみたいな話もありますが、こういう効果として使ってみるのも面白いかもしれません。ちょっとやりすぎかな <laughs>。まあまあまあ、ちょっとこういったレンズ効果なんかも 調整ししててみももいいかもしれませんこの辺までこっから切り替えようかなとで今度はステージ行ってもらってカメラを下に持っていきで確定させるそうするとあ今聞いてなかったですねステージチェックが外れていると見えませんこんな感じですね まずインジケーターでタイムラインカットを切りたいところに持って行ってカメラを作成してでその時に、まあ、ステージ作業用に覗きをステージの軌道をチェック外してでカメラで覗きながら調整していくそしてステージのカメラの部分にカメラを適用させクリックするこれで カット割りが可能で,すで、その時プレビューはステージチェックをもう一度確認しましょう。はい。というような感じでございます。ちょっとね、このボーンとか読み込んだモーションデータのボーンが邪魔だったりするかもしれません。その際は左上のこれで消えます。あるいは基本の エディターで隠すにしておけば、まあやりやすいかもしれません。これも隠せるのかな。まあカメラもですね、ちょっとうざいなっていう時があれば同様に表示を隠してもらってもいいかもしれません。まあこれはね、人それぞれだと思います。で、あとは書き出しは初日の チュートリアルで紹介しました。そちらも下記概要欄の方にリンクを貼っておきますので、よかったら参考にしてみてください。またステージとして参考の動画の場合は、ホリゾントを想定したベンドによる曲げもやっています。こちらも初日にやりましたというチュートリアルで紹介しています。こちらも同様の URL から確認することができると思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは最後までお疲れ様でした。